はい、メモリープロファイラーメモライメモレイメモレイかなメモレイのすすめということで発表させていただきます。あれお、これがねちょっとなかなか難しくて、はい、記事がですね、実を言うと6月に公開されている記事があります。Python のマンスリートピックスっていう記事を毎月私たち何人かで書いてるんですけれども、技評 JP さんでメモリープロファイラーメモライのメモレイの解説っていう記事がすでにあります。こっちの記事の方が今日のトークの内容よりもより多くなっています。で、今日はなるべくデモを中心にいろいろやりたいなと思っていますので、もし興味を持った方は後ほどこの記事読んでいただければいいかなと思います。もちろんこの資料も公開いたします。はい、自己紹介からこんな感じで30分、結構ギリギリ30分のギリギリのトークをします。はい、まず自己紹介します。寺田学と言います。 Python エンジニアです。ポッドキャストを最近結構真面目にやってて、今月は1本か2本ですけど結構やってます。あと、さまざまな書籍とかも書かせていただいています。会社としては CMS コミュニケーションズという会社の代表をしています。まあ、ただここに来ると PyCon JP アソシエーション、まあ、このイベントを主催している法人の、まあ、理事だよねって言われることが多いです。なので今ここのトークではこの T シャツ、PyCon US の T シャツを着ていますが、このトークが終わると脱いでスタッフ T シャツに戻りますので、もし私を探したい方は、スタッフ T シャツを着ている私を探してください。はい。他にもいろいろさまざまやってます。あと先ほどロレーナさん、PSF の発表がありましたが、私も、PSF のフェローというものをいただいています。称号的にいただけたのはすごい嬉しかったです。フェローという役職ももらっています。はい、まあ、こんな感じの会社ではですね、結構幅広いウェブ中心なんですけども、最近は右下にあるような AI 系とか、そんなものをやるような感じでいろんなことをやっているものです。はい、早速いきましょう。はい、メモリープロファイラーとはっていう話からちょっといきます。はい、メモリープロファイラーの必要性、まあ、皆さん、まあ、プログラミングしてコーディングして、特に Python でやってると、まあ、メモリー不足になったりとか、まあ、実行中にどのくらいメモリー使われてるかって結構わからなかったり、特に最近、データ分析とかで大きなデータを扱っていると、あれ、なんか止まっちゃうねとかっていうと、もちろんメモリーを見る、まあ、OS のツールでメモリーを見たりとかすると思うんですけども、じゃあ実際どこでメモリーが使われてて、どんな感じなのかっていうのは、もう本当はもうちょっと中を知りたい、そういうことによってよりコードが良くなったり、まあ、実際に実行できる環境になったりとか、まあ、そういうことが、特に大規模データはやっぱり私も扱うようになってきて、Pandas だと64ギガのメモリで足りないみたいなことがね、まれまれあるわけですよね。じゃあ、それは Pandas が悪いのか、実際にもっと環境を大きなメモリを持たなきゃいけないのかみたいなところが、どういうふうにするのかなっていうのがあるんじゃないかなと思っています。ということで、メモリープロファイラーっていうのは必要だよなというふうに思っています。で、手法は2つ、大きく分けると2つあります。トレーシング、もう1つがサンプリングです。トレーシングの方、すべての状況を知りたいよねって、順番に全部トレースしていくわけですね。で、あとメモリー確保、開放に、まあ、追加の処理を入れないと、全部どういうふうにやってるか、当然わからないですよね、外側から見ると。で、そうすると実行速度に影響しないのっていう問題になる。実際に動かしたときと違うよねってなっちゃうと、メモリープロファイラーがメモリー使っちゃうみたいなことが起こり得るわけですね。なんで、トレーシングは難しい、はっきり言うと。でもう一つ簡単なのは、やっぱサンプリング、OS のツールを使っていけますから、OS の方からデータを取るとか、OS の、まあ、Linux とか使っていればトップコマンドとかフリーコマンドとか使えばですね、メモリーは分かると。で、OS に問い合わせて、まあ、統計的な手法というようなことを言われます。で、ツールが何種類かあって、トレーシングは今日話すメモレイ、これがトレーシング、今日の話。で、サンプリングは、PS ユーティルとか、もうちょっとあれすると、メモリープロファイラーっていうツールが PyPI にあります。で、こちらはサンプリング手法。ただ、残念ながらメモリープロファイラーの方はメンテナンス終了しちゃってるっぽくって、ちょっと今後使いにくいんじゃないかなっていう状況になってる。ただ、こっちの方が手軽だし、分かりやすいなと私も思っています。ただ、今日の話はトレーシングの方の話をします。で、プロファイリングの難しさということで、やっぱりまあ統計的なデータの取得で本当正しいの、何秒かに1回のポンと跳ねたときが見えてないよねっていうこと、ピンポイントの状況を把握したいよね、トレーシングで実行負荷とか実行速度に本当に影響出ないのとか、実際にオブジェクトがどれだけメモリー使っているか、サンプリング手法だと完全には把握しきれないという問題になるかと思います。そこで今日はメモレイの話をするということです。まずメモレイとのアメモリね、こんな感じ、結構かっこいいサイトなんですよね。これいきなり調べてもらうと、実際には動いてます、タタタタタ動いてる感じ、結構かっこいい。はい、で、初めて2022年の
ライトニングトーク、アメリカのパイコン US の2022年のライトニングトークで、今日ひょっとしたら来てるんじゃないっていう噂が出ているパブロさん、Python 3.11 のリリースマネージャーかな、まあ、リリースマネージャーとかやってて、カウンシルとかにもいる人なんですけど、まあ彼がいきなり、イエーイ、メモライとか言って発表を始めたんですよ。なんじゃこれって感じで私は思いました。私、当然現地に、その時現地にいましたが、すげえ、なんかすげえのなんか言ってんなと。でもピンときてなくて、今年の、あれ動かない、今年のパイコン US、これも5月にあったんで、あ、4月かな、4月にあったんですけど、その時に、How Memory Profile Works, Profilers Works っていう話で、こういうトークをされてました。あ、これ YouTube のリンクも貼ったので、両方ともここから YouTube のリンクに直接行けます。パウロさん、めっちゃ早口で、めっちゃ面白い人なんだけど、めっちゃ早口なんで、この英語聞くの超大変でした。私もビデオを何度か見直して、前の記事にしたり、今回のトークにしてます。まあ、彼自身が開発に携わっているというもので、これやっぱすげえなって思って、日本に流行らせようと思って、私は今日のトークをここでしています。はい、もう一回メモライのおさらい。Linux と MacOS にしか対応していません。Windows で動きません。パブロさん曰く、もう1年以上前のポッドキャストで言ってたんですが、まあ、Windows でやる方法はあるとは思うけど、私は Windows にそんな詳しくないので、まあ、わからんと。誰かやれる人がやったらやったらっていう感じのことをポッドキャストで言っていました。なかなかまあ、普段使っていないとなかなか難しいですよね。で、ちなみに、今日 Mac でこれデモするんですけど、後でワーニング出ます。時間があれば出ると思います。やっぱり Mac より Linux の方がより高度に、いろんなものが分かるというふうな状況になっています。今は 3.8 以降で動くそうです。公式サイト、GitHub にあります。先ほどのページです。 PyPI にもありますし、 GitHub も公開されています。ということで今は 1.10 が、昨日おとといぐらいに調べたら 1.10 でした。最新版ですね。はい、で歴史と開発者ですが、もう先ほどから名前出てますが、ブルームバーグの社内、まあ、今回スポンサーもやられているブルームバーグさんですね、の社内のツールとして開発がスタートしたそうです。で、2022年の4月、先ほど言ったライトニングトーク、パイコン US のライトニングトークの直前に OSS 化、オープンソース化して、まあ、公開したというツールです。で、パブロさんがリードしている、開発をリードしているということで、私はすごく信頼を持っています。というのも、彼は Python のコアデベロッパーで、リリースマネージャーでもあると。まあ、そういう人が中を熟知して、社内のために作っているっていうところで、まあ当然私はコード中全部見ていませんが、なかなかいいんじゃないかなというふうに思っているところです。今はカウンシルっていうのは、Python をどういうふうに、このあと Python 3.13 をどういうふうに作るかとか、14どう作るかとか、そういうのを考える最高意思決定機関のメンバーの一人でもあります。ということで、まあ、そんな、ものが、まあ、あるということをみんなに知ってほしいなと思っています。はい、インストール方法、皆さんおなじみですね。VIP、VIP インストールメモレ。もうこれだけ、これだけ、もうこれでいきなり使えるようになりますんで、皆さん、VM とかですね、使ったら、まずこれ入れてみてください。はい、後ほどデモします。あ、デモって、インストールでもしませんけど、使い方でもします。はい、簡単な使い方にいきたいと思います。早い？ちょっとね、結構デモが多いんで、ちょっと時間がなくてね、早くなっちゃってるんですけど、すいません。はい、基本的な使い方にいきたいと思います。まず、実行方法は、メモレイランっていうコマンドができます。メモレイってコマンドができるので、その後にランっていうサブコマンドを入れた後にモジュール名を入れます。下の方にある通り、サンプル py という場合だと、メモレイランサンプル .py と打つと、メモレイなんたらなんたら .bin っていうファイルが出来上がります。バイナリーファイルがここで出来上がります。そしたら、今度は、こういうコマンド、何これ、読み方を練習してこなかったな。何これ、フレームグラフか。そうか、フレームグラフ。読み方を練習してこなかったんですが、フレームグラフっていうのをサブコマンドがあるので、今度はこのフレームグラフというサブコマンドに、先ほどできたバイナリーファイルを入れます、与えます。そうすると、基本的、デフォルトでは HTML ファイルが出来上がります。HTML ファイルが出来上がるので、それを HTML ファイルをブラウザでボッと開くと、こんな感じの画面。後ほど実際にこの画面で見せますけれども、こんな感じの画面が表示されます。はい。で、この上の方のね、後でちょっと見せますけど、グラフのところをピッて押すと、こんな感じで、実際のメモリーの取った、これはですね、ヒープメモリーと実際のメモリーの確保、物理メモリーをどれだけ確保したかっていうグラフが、こういう感じで出ます。はい。っていう感じなんですね。
まあ、簡単ですよね、使い方としてはね。もう自分のモジュールファイル持ってきて、それをポッとやったら、もういきなりこれが簡単に出ますので、まあちょっと調べたい、このモジュールがどうなってるかっていうのを調べたいっていう場合には、すごく便利な感じです。はい、じゃあ実際にデモしていきます。はい、もうね、ちょっと環境がミラーリングでちょっとなんかできないということだったので、ちょっと環境がですね、なかなか苦しい環境でして、デモがどのぐらいうまくいくかは、これから次第。はい。はい、ちっちゃい。でかすぎ。はい、サンプル PY っていうのをこんな感じで、時間をちょっとタイムスリープしてますが、こんな感じでリストを作るみたいなことをやって、その後変数を削除するみたいな簡単なコードを準備しています。はい、もう、はい、ランサンプル .py、はい。でこんな感じでやると今動いてますね。今これ実際にこのコードを今リスト内方表記で作って、こんな感じでバイナリーファイルができましたよって、そうするとまあここにコマンドが出てるわけですね。なんでこのコマンドを私はいつもこれをコピペするから、読み方も覚えなければスペルも覚えないのかもしれませんが、こんな感じでターミナルに見えてますよね、下ね、ターミナルにやるとこんなファイルができましたということですね。あ、こっち来ちゃった、こっち来ちゃった。なんで来ない。ちょっと待ってね。なんで来ないの。来ない。動かない。動かない。ファインダーがこっちに来ない。はい、ファインダーこっちに来ないんでごめんなさい、ここで見ます、はい、見ますが、はい、こんな感じで今、ファイルがあるんですが、ここのファイルの、ここにですね、バイナリーファイルと HTML ファイルがここに出てるかと思います。HTML ファイルを開きたいと思いますが、こっちに落としたいな、はい、すみませんね、はい。やばい、これ操作めっちゃ難しい。やばいな、全然操作ができない、全然操作できないな、どうしようかな、ちょっと待ってね、はい、ごめんなさい、お待たせしました、はい、1個目のやつが、はい、できました、はい、こんな感じでさっき見てもらったようなファイルが出ます。で実際にどうなってるかとかっていうのがここに、今1行2行しかないんで、どうなってるかっていうのはここに出てます。でさっき言ったメモリーはここに、これをグッとクリックすると、こんな感じで、ヒープメモリーと実際のメモリーが確保された量っていうのが、ここに、表示されてます。上が確保されてる量かな、確保されてる量で、下が、ヒープサイズっていうことで、こんな感じで、実際に、メモリーのですね、状態が分かるというようなものになっています。で実際にこうすると、ここで何メガバイトって、ちょっと小さくて見にくいかもしれませんけど、何メガバイトとか、これ、もっと長いコードだと、もちろんいろんなものがここに表示されるようになっています。はい、1個目のデモ終了。はい、はい、で、もうちょっと面白いのがあって、ライブっていう、オプションがあるんですね。これライブってやると実際にライブモードでその場でタタタタタってグラフが動くっていうものが出ます。ターミナルにこんな感じでグラフがポポポポポって出ていきますので、ちょっと長めのコードで今どうなってるのってやってると、これ少し短い目のさっきのコードやったので右上のところはちょっと面白くないんですけれども、実際に今の状況っていうのがそのまま出ます。はい、ここもデモがあった、はい、デモやります、はい、これで、はい、実際に、ランハイフォンハイフォンライブサンプル、もうこれサンプルテキストちょっと短いんでね、ちょっともうちょっと上行こうかな、はい、これでプッてやると
ここにこんな感じで出てくるんですね。これね、すぐ終わっちゃうんで、ちょっと面白くないデモなんですけれども、実際に何個かやると、もうちょっとこの右上のところのメモリーのところが動く感じになって、ちょっと面白いです。ぜひ、なんか時間ある方は試してもらったらいいかなと思います。ほい、じゃあ次の話題に行きます。はい。続いてですね、Python のコーディングによる違いっていうのを少し見ていきたいなというふうに思っています。はい。実際こんな、リストを作るのを3つ実はここで用意しています。左からずっと縦にちょっと長いんで、左からですが、最初はリスト内方表記で作っています。次がアペンドで作ってる。で、最後がサイズを掛け算して作っているっていう、リストの作り方がこれによって違うわけですね。もちろん用途によってこれじゃなきゃできないっていう場合あると思うんですけど、はい、これでどういうふうになるかっていうのをちょっと試して見てみたいなと思っています。はい、当然これですね、いつも通りのこのコマンドです。もうこれは何度も出てくるんで飛ばしていきます。はい、こんなグラフが出てくるんですね。どうですか、なんとなくピンときます。一番左がリスト内方表記、真ん中がアペンド、一番右側は掛け算でバッとサイズで掛け算してそのまま直接取った場合。メモリー量は当然同じですね、ほぼ。リストを作ってるので、リストを出来上がった時のメモリー量っていうのは同じ。ただ、ここで面白いのは、一番下にちょっとありますが、実行時間が見えちゃうんですね。これによって実行時間どれだけ違うのかっていうのは、ここでポッと見て、それは掛け算で作るの早いんですよ、当たり前ですね。アペンドはやっぱり遅いですよね。これはまあ、法文の遅さとかいろんな問題はもちろんあるんですけれども、もちろんこういうふうになることは分かっていたんですが、まあ、こんなグラフが出ます。ちなみに、下の青い線がなんかこんななってるじゃないですか。この MacBook Air で私はやったので、こういうグラフが出ました。これメモリーをたくさん積んでいる、これ実際8ギガとかメモリー使うのかな、8ギガ以上余裕のある状況だと、青の線もきれいに並びます。技評さんの記事では、私の自宅にある Linux のマシンでやったので、ちょっと違う状況がここでは出てます。はい。はい、で、次、NumPy。まあ、最近、データ分析とかやってると、NumPy とか使う人もかなり多いかなと、さっきリスト内方表記でリストを作りましたが、NumPy のメモリーの確保の状況っていうのを見ていきます。今度のコードも同じようなコードです。何回か作っています。最初に、まあスリープ、1秒スリープしてるのは、ちょっとあのグラフを見やすくするためですね。はい、で、最初に、ワンズで、ワンズのサイズで、作っています。まず1回目。で、次が同じ変数名に、もう1回同じコードで、ワンズで1を、1の、アレイを作る、1が入ってるアレイを作っています。で、もう1回、スリープして、デルをして変数を消しています。で、もう一回同じ変数名に同じコードをやって、最後に別の変数名で入れてます。さて、これどんなグラフが出るか予想できますかね。なかなかこれを予想できて、これをパッとやる人は相当分かってる、相当詳しい人だと思うんですが、はい、あ、コマンダーこれですね、いつも通りなんで、はい、飛ばします。はい、こんなグラフになるんですよ。そりゃそうだなって、後で実行してみて私も思ったんですが、1個目の山は当然出ますよね。1個目の山は出る。その時にピョンって一瞬だけ上がって戻ってるじゃないですか。ヒープメモリーの方が。同じ変数に一瞬入れてるわけですね。変数の上書きをしているので、その瞬間一瞬、ワンズで NumPy はメモリー確保しに行ってるわけです。それで変数を上書きして前の変数と置き換えるっていう形になるので、内部的には一瞬メモリが倍使われるっていう感じのグラフになったんですね。最初見たときにちょっと驚きましたね、私はね。あれ？あ、そうか、私の勘違いかと思ったんですけど、まあ、この辺はやってると、ああ、そうだよね。データ分析やってて同じ変数に入れるときとかに、同じ変数に入れてるからメモリ使わないじゃんって思っても、一瞬ポンと跳ねてるんだなっていうのがここでわかるわけです。で、下がって、今度は2個のアレイを作った、ARR と ARR2 っていうのを作ったので、当然、2ギガちょっとのヒープメモリーを要求されているということですね。もう一つ、ここで注目あります。NumPy とリストで同じサイズの、まあ、配列のようなものを作ったわけですが、NumPy で先ほど、私は、もう一回メモしますかね。はい。
誘因と8と入れてるわけですね。ちゃんとデータサイズとデータの型を決めているので、実際に1ギガぐらいしか、まあこれ他のメモリも使ってるんで、はい、あるんですが、1ギガぐらいしか実際には、使っていません。さっきのリストの時もう一回見直してもらうと8ギガぐらい使ってたわけですね。当然のことながら、もう中のメモリー管理の仕方が全く違うので、まあそれはやっぱり、NumPy の方がいいよなということになります。はい、もう一つ C 拡張、C 拡張の中身が見れるっていう状況なんですね。ナムパイって C 拡張で書かれてますね。 C で拡張されているわけですね。で、そうするとさっきのグラフを見る、グラフの下にあったものが詳細化されてなくて、なんかメモリ確保したねみたいになっちゃうわけですね、 Python から見ると。ところがこれは C 拡張の中が見れるので、 C 拡張の中で、あ、どんな風になってるんだって詳細が見えます。時間がないのでそんなに細かく説明できませんけれども、こんな感じでどういう、C オブジェクトで作られているのかっていうところも見れます。これなかなかびっくり、やっぱりこの辺まで見れちゃうのがやっぱりすごいなって私は思っているところです。ということで、デモの時間ないんでこう飛ばします。でも、どうしても見たい方はですね、私は午後になると、向こうのホールの一般社団法人 PyCon JP というところのブースにいますので、デモ見たい方はすいません、そこまで来てください。はい、一歩進んだ使い方、あ、時間あったらもう一回デモに戻りますけどね、一歩進んだ、使い方ということで、お伝えします。ここまではサンプル .py とかっていうモジュールを1個ずつやってました。これだとプロダクションのために、じゃあそのモジュール1個書き出して、じゃあ別のファイル作ってやんなきゃいけないのかっていうことになるんですが、このツールそんなことはない。もっとすごい。びっくり。はい。Jupyter インテグレーションが入っています。どういうことかっていうと、アットマークで、パーセントの、マジックコマンドを使うと、メモラへのロードがされます、最初に。で、ボックスの中に、セルの中に、このコマンド、マジックコマンド、セルマジックを使うとですね、そのセル内をグラフ化してくれる、いきなり。はい、ここはデモしたいんですよね。こっちのデモはしたかった。はい、これ横でいけるか。いた。はい、もうすでに、すいません、ファイルは準備させてもらっています。こんな感じですね、これで、はい、これでロードをしますと、ロードをして、1個目のやつがロードされましたね、ロードされましたっていうと、セルマジックなので、1行目にこれを書いて、さっきと同じような NumPy で、このオブジェクトを作るっていうのをここでやります。ちょっと大きすぎるから、時間かかるかな。はい、やってます。動いてます。一生懸命今、計算してるはず。あれも入れてなかったから、あ、時間かかりすぎるから、あ、終わった。はい、終わりました。実行が終わりましたと。まあ、これ何も出力しないので、何も面白くないんですが、なんと、ここにこのまま出てくれるんですね。これ、便利すぎじゃないですかって感じです。こんな感じになるわけですね。なので、データ分析していて、あ、なんかメモリー足んねえやって言ったら、セルマジックを使って、この場で直接表示してくれます。ということで、よかった、これのデモができたのは嬉しい。はい、こんな感じのものがあります。他にもですね、with ステートメント、with 構文を使って、この中だけトラッキングして、バイナリーファイルに書き出してくださいっていうのがあるんですよ。そうすると、まあ、どっかプロダクションのサイトで、やっぱここなんかおかしいって言ったら、ちょっと with ステートメントを1行入れて、ちょっとまあインデントはしなきゃいけないけど、インデントをすると、このファイルに書き出されるわけですね。そうすると、もうこれでじゃあ、あ、この辺が怪しい部分で、あ、大体これのメモリの状況分かったねっていうことで、ファイルが書き出されてくれるので、まあ、これまた便利ですよねと。はい。最後。これは追加のインストールが必要な、PyTest 用の追加インストールが必要な、ライブラリーです。PyTest の中にリミットメモリーっていうことができるので、CI/CD で、例えばこれは5メガまで、じゃあ5メガって言わないか、まあ、例えば1ギガまでにしたい、この場合24メガって書いてありますけれども、24メガ以上これが動作として動く、来ちゃうと、何かがおかしいことが発生しているということが分かっている場合は、リミットで24メガってこれ書いておくと CI/CD で落とせるわけですね。実際にそれだけメモリー使ったって。これもやっぱり CI/CD で、CI でやっぱりテストができちゃう。メモリーの状況、メモリー実際に何かを動かしてメモリーで落とせる、メモリーが多い場合は落とす。または何かが変わってしまった、状況が変わったことによって、やっぱメモリー使いすぎてくるねってあると思うんですよね。実装とか変わったときにとか、入ってくるデータが変わったときに。
そんな時にこういうのを最初に仕込んでおくとですね、なかなかこれは便利なんじゃないかというふうに思っています。はい、他にもですね、どうもなんかセロリーかなんかのインテグレーションがあるとかなんとかって聞いたことあったり、結構いろんなインテグレーションがあるらしくって、まあ、この辺調べていくとですね、ますますまあいろんな使いやすいものになってくるんじゃないかなというふうに思っています。はい、ということで今日のまとめします。お、予定よりいけた、予定より、2、3分早く進んでます、すいません。はい、まとめです。メモリーのプロファイリングをやってみましょうということで、まあ、手軽にできるので、まあ、ちょっとやりたいなと思ったらこのツールを思い出していただいて、やってみましょう。まあ、コードによる違い、やっぱり、より、スピーディーな、速いコードを書きたかったり、メモリー使わないコードを書きたかったりっていうモチベーションってあると思うんですね。その時にこのコードだとどうなるんだろうとか、こっちだとこうなるねっていうのを、試してもらうといいのかなと思っています。あと実際のメモリー不足への対応っていうことに、やはりこういうことを通路を知っていることによって強くなるんじゃないかなというふうに思っています。ということで、ご清聴ありがとうございました。発表ありがとうございました。ではご質問のある方、挙手をよろしくお願いします。何かご質問とか。はい、あ、2人ぐらいあって、はい、ありがとうございました。最初のフレームグラフの表示のところで、パッと見た感じだと一回コマンドを生成してから HTML を、まあ、生成、コマンドを使って HTML を生成されてたんですけど、なんかパッと考えるとそのいきなり HTML を生成してくれた方が嬉しいのかなと思ったんですけど。そうですね、私も、まあ、他の、はい、あ、すいません、あ、大丈夫です。他のなんかフレームグラフ以外のタイプもあれで表示できるから一回コマンドを出力しているのかなと思って、まあ、多分そうだと思いますね。実際にテーブル表示だとか実際に他の表示方法、出力方法っていうのが提供されています。なので、一回このコマンドを使うことによって、やるというのが重要で、もう一つあるのが、これネイティブモードで後でやると分かるんですけど、ネイティブモードを使って Mac でやるとグラフを作るときにワーニングが出ます。つまり書き込みの時の負荷は下げてるんだろうなと思っています。バイナリーファイルとして別にその変換をするっていうところは後でローカルでやればいいじゃんっていう考え方なんだろうなというふうに思っています。あ、なるほど、ありがとうございます。理解しました。なんでその代わりにライブモードとかライブリモートモードとかっていうのがあって、その場で見たければそのライブモードを使えば実際見れる、その場ですぐ表示したければ見れるので、それを使っていくっていうことですね。今日ちょっと紹介できなかったんですけど、ライブリモートモードは2個のターミナルを出しておいて、1個でそのライブリモートモードを起動します。そうするともう1個の、ターミナルで、はい、スタートってやってグラフが表示されたら、そこから実際に実行が始まります。つまり2つのターミナルを使ってリアルに生の状況が見れるっていう状況です。はい、ありがとうございます。よく理解できました。ありがとうございました。はい、もう1人いらっしゃったんで。ありがとうございました。すごく知りたかったなって思いました。ありがとうございます。なんか弱いところというか、なんかこれもやってほしいけど今やってないとかってありますか？なんかすごい結構もうなんか完璧なイメージなんですけど、なんかそこはちょっともっとやってほしいとかありますか？私的にはまあやっぱりさっき言った一番最初の Windows とかその環境依存っていうのがやっぱり難しい問題なんでしょうけど、環境依存っていうのは少し気になっているところですね。まあ他はそんなにやっぱりよくできてるので、そんなになんかいや十分じゃないって思ったりもしています。確かに、ありがとうございました。実際にただ C 拡張のネイティブモードを何個かいろいろ試したんですが、例えば Pandas とかだともうちょっとなんか表示良くないなとか思うこととか、 C 拡張の中の部分の捉え方っていうのが、まあ、ちょっとものによって綺麗にいってないんじゃないかなって思ってる部分もあります。で、私もちょっと試せてないんですけど、最近だとラストで書かれているラストランゲージで書かれているものとかだとやっぱそんなに綺麗になんか出てないような気もしてたりとかして、ちょっとそこは私はまだ追い切れてないところですね。ありがとうございます。あと1分ぐらい。はい、ありがとうございます。他にいらっしゃいますでしょうか？ありがとうございます。スレッディングやマルチプロセッシングですとか進化用みたいな、そういう非同期ですとか
を使った時のプロファイリングって、まあ、やれば分かると思うんですけど、できるはず、やったことないんですけど、この間のトークではそれの説明してましたね。やっぱりスレッディングとかの問題っていうのはもちろん大変なわけですよね。それどうやって どこにあるのかって捉えるっていうのは、ごめんなさい、私はね、そこまでチャレンジがそんなにできてないんですけれども、できるはずです、それは。はい、試してみてください。確か Async にも対応しているというふうに書いてあったような気がしていますので、ちょっとやれてません、ごめんなさい。はい、対応していると思いますけどね、知ってる方いればあれですけど。はい、ブルームバーグのところに、私に聞かないでブルームバーグのところに行くと、もっと詳しい人、実際には絶対いるはず。まあ、英語で質問できれば、多分なんか答えてくれる人がいるかも。社内ツールだというふうにすごく認識されているというふうに言ってました、昨日聞いたら。はい、はい、ありがとうございました。では時間になりましたので、寺田さんのトークを終了します。発表ありがとうございました。ありがとうございました。はい、